はい。えー、っと、録画されてますかね。えー、皆さん、こんにちは。えー、国際交流基金トロント日本文化センターのオンライン日本語教師研修。初めてのウェブサイト作成の3回目の、えー、反転授業の動画です。<laughs> え今日はですね、えー、画像編集についてお話ししたいと思っております。実際の画面を見せながらお話ししますので、本日はスライドはありません。えー、今日もゆっくり話しますから、 日本語の母語話者の方は、1倍か2倍ぐらいの再生スピードで聞いていただければと思います。で、今日の画像編集についていろいろ考えたんですが、参加者の皆さんは Windows とか Macintosh のコンピューターなどですね、いろいろな環境でコンピューターをお使いのようなので、パソコンにインストールするタイプのソフトウェアではなくて、実際に僕が日常的に使っている クロームというウェブブラウザーを使って画像編集する方法について今日はご紹介したいと思います。もちろん、Windows の方は Paint という最初から内蔵されているプログラムを使うことができますし、Mac の方にも同じようなソフトがあるのではないかと思います。iPad や Android などでも無料,に使いやすい無料で使いやすい画像編集のアプリがたくさんあります。 えーっとで,す、ね、では、えー、ここからは実際に私のパソコンの画面を見ながら、えー、シェアをしていきたいと思います。操作方法をご紹介いたしますね。えー、実はですね、えー、意外に思われる方が多いと思うんですが、えー、僕がですね、いつも画像編集に使っているのは、あの画像編集のソフトではなくて、えー、Google スライドというプレゼンテーション用のオンラインソフトです。 多分、この、えー、ここに書いてありますね。Google スライドって書いてあります。はい。えー、っと、あまり高度な画像編集というのはできないんですけれども、えー、ウェブサイト作成のための、えー、まあ、必要な画像編集ぐらいでしたら、これで十分なのではないかと私は思っています。えー、なぜかというと、えー、こうした目的のために必要なのは、印象的な画像の上に文字を入れるとか、あるいはトリミングをしたりという、 非常に限定的な使い方で、えー、十分だからです。えー、ではですねうん、まずこちら今一番上に画像というふうに書いてありますが、えー、これは、えー、Google スライドを開いたときにですね、1枚目のスライドがそのサムネイルとして一覧の中に表示されるので、えー、すぐに見つけられるようにこのようにしております。今、えー、この左上の、えー、プラスというあのー、 アイコンがありますね、はいえー、ポインターを重ねると新しいスライドというふうに書いてありますでこれをカチッとコントロールすると今ここに新しいスライドが、えー、追加されましたはいそしてこの新しいスライドに、えー、前回もご紹介しました、えー、フリッカーとかピクサベイのような 無料で使える画像サイトで見つけた画像を、えー、コピーしてペーストいたします。ここで、えー、っと右クリックで貼り付けをしますね。はい。えー、これは実は Pixabay で、えー、検索した画像です。はい、えー。そうするとですね、ご覧のようにあの画像の、えー、左側にですね、大きなあのこのスライドの中に この写真の左側に大きな余っている、えー、余白ができてしまいます。でそうすると、あの、うん、このスライドを画像としてダウンロードしたときに、この白い部分がそのまま残ってしまいますから、えー、こちらの写真をこのスライドの、えー、形に合わせてみたいと思います。えー ま、どうして、その、このスライドの形に合わせるかというとですね、カバー写真などは少し横に長い方が使いやすいからです。で、今このスライドはですね、16対9という、えー、横と縦の比になっています。つまり横が16に対して、縦が9という割合の、え、長方形なんですね。で、この形になっていると、 えー、Facebook などでシェアする、シェアされるときに、えー、画像が全部表示されるので、えー、カバー写真やタイトル写真などには非常に向いている形だと僕は思っていますで自分のブログでもタイトル画像はこの16対9の形にしていますはい、えー、さてですねあのこの画像をこの16対9の形に合わせるにはこの写真の縦の線の真ん中にあるこれですね えー、この、えー、青い点を動かすことによってもできます。こんな感じですね。こんな感じで動かすことができます。で、この青い点を使って、えー、あちなみにこの青い点はですね、ハンドルと言います、ハンドル。で、ただ、この青いハンドルを使って画像を調整すると、例えばここまで横に引き伸ばしてみましょう。はい。そうすると、えー、縦と横の比が変わってしまいます。 この場合は横が長くなってしまいますので、この写真に写っている人が、えー、さっきよりかなり肥、えー、満体のように、えー、見えてしまっていますね。で、こうした問題を避けるには、あ、ちなみに今コントロール Z で、えー、やり直し、つまり元に戻しました。はい。えー、っとで、こうした問題、つまり、えー、縦と横のバランスが崩れてしまうという、えー、こういう問題を え避けるためには、えー、トリミングをするといいですねでトリミングのための方法はいくつかありますがまずはですね画面の上をどっかカチッとクリックしますとこの上のメニューが変わって、えー、ここですね見えるでしょうか画像を切り抜くというアイコンが表示されますからそれをクリックするのも一つの方法です慣れてくるとですねまた別の方法でこの 画像の上を2回、えー、ダブルクリックですね。つまり1回ダブルクリック。つまり2回カチカチとクリックすると、えー、先ほどのこの青かった枠線が、えー、黒くなりますから、この状態でトリミングをすることもできます。はい。えー、そのトリミングの方法は、ここに先ほどはなかった黒い横長の あの新しいハンドルがありますからそれをその上に、えー、マウスでポインターを持っていって上と下の両方向に矢印が伸びている、えー、そういう、えー、その形にポインターが変化したらマウスのボタンを押してそのままずりずりずりと下げていきますえー、っとこのぐらいですかね 形、縦と横の比としてはこのぐらいだと思いますねはいでここで指を離しますはいはい、えー、マウスを使って、えー、あそうですねで先ほどとですね違って、えー、縦と横の比が変わっていないことにご注意くださいで、うんえー、そしてこのままの状態で画面の外どこでもいいですこここの辺を カチッとクリックすると、えー、トリミングが確定して上の部分が表示されなくなりますそして、えー、ここの左上の、えー、青いハンドルをマウスで動かして写真をスライドいっぱいまで持っていきますはいこんな感じですかねはい <laughs>、はい、では次にですね この画像の上に文字を入れてみたいと思います。ここではですね、えー、Google スライドで画像編集という文字を入れてみましょう。この場合はメニューの挿入ですね。はい、ここです。メニューの挿入から、えー、ワードアート。これです。見えますでしょうかワードアート。えー、というものを選ぶと、えー、ポスターのような感じで画像の上に文字を挿入することができます。はい。 それでは今ここに、えー、Google スライドで Google スライドで画像編集、はい、という文字を入力してそのまま Enter キーを押します、はい。そうするとですね、このように文字が表示されるわけです。でタイトル画像の場合はですね、あとあのカバー写真とか、えー、タイトル画像の場合は ポスターのように太い文字を使うことが多いですけどその時はですね Windows の場合はコントロールキーと B を押すとこのように太い文字にすることができますもう一回押すと元に戻りますあるいはこのメニューの中に表示されているすいませんこちらですねこの B 太字この文字のボタンをクリックしても同じように えー、太字にすることができます。えー、ただですね、えー、ご覧になればわかると思いますが、えーうん、この写真では、えー、っとですね、あのー、この写真の上で、この文字がバックグラウンドの色とあまり変わらないので、えー、ちょっと目立っていません。はい。その場合はですね、えー、文字が白いので、 この写真の色を暗くすることによって文字を目立たせることができますで。そのためにはですね、写真のどこかを右クリックします。こんな感じですかね。はい。えー、あ、ちょっと今見えないからこっちでやりましょう。はい。右クリックして、ここにあります。はい、えー。書式設定オプションを選びます。こうですね。はい。えー、そして、えー この右の方に現れてきた書式設定オプションの中にある、えー、調整ですね。調整を開いて、さらにその中にあるこの明るさ。はい。明るさの、えー、スライドを動かしたりしてみます。これを右の方に動かすとどんどん白くなっていきますし、それを、えー、例えば左の方に持っていくとどんどん黒くなって,黒くなっていくわけですね。 <laughs> で、えー、文字がその暗い色だった場合は、その、うん、この明るさのつまみを右の方に持っていって明るくすれば、えー、暗い文字にすることが、あ、すみません、えー。画面を明るくして暗い文字を目立たせることもできますね。はい。はい。では、これで色があの目立たせることができるようになりました。で、 えー、文字をもっと大きくしたい場合はですね、例えばもう一回この文字の上をクリックしまして、この上、えー、例えばこの下側のハンドルですね。この下側のハンドルをさっきと同じようにずりずりと動かして、こうすると縦長の、えー、文字にすることもできます。あるいはこの上側のハンドルのそのさらに少し上に丸い、えー、青い ハンドルがありますからこれをこの上にマウスでポインターを持っていってカチ押したままマウスボタンを押したまま横の方に持っていったりするとこんなふうにですね、えー、斜めにすることもできます、はいえー、では次にですね <laughs>、えー、もう少し小さい字で Windows でも Mac でも使える というう。文字も入れてみましょう先ほどと同じように、ワ、えードアートから、挿入からワードアートに行って、ここで、Windows でも Mac でも使えると書いてみますね。Windows、あれ、なんかちょっと違いますね。Windows でも Mac でも使える。 はい、でエンターキー、はい、えー、っと今ちょっと重なってしまっていますで、えー、この重なり具合を、えー、っと重ならないようにするにはこの四角い青い線の上にマウスでポインターを持っていってマウスボタンを押しながらマウスを動かすとこんな感じで、えー この文字を動かすことができます。えー、今はですね、こことここ同じ、えー、白なので、今度はこちらの色を変えてみたいと思います。文字の色を変えるときは、このバケツの、あのバケツをこぼしているような、えー、そういうアイコンをクリックします。そうするといろいろな色を選ぶことができますから、ここでは白を選んでみましょう。 あ、白じゃない、すみません。黄色ですね。黄色を選んでみましょう。はい。で、ワードアートではですね、えー、文字の、あの、縁取りの線の色も変えることができます。こちらですね。はい。枠線の色と書いてあります。このバケツの右隣のアイコンです。はい。これをクリックして、今回はじゃあちょっと茶色ぐらいにしてみましょうか。茶色にしました。はい。 ちょっとあの、えー、っと、YouTube の画像では見えないかもしれませんが、今、えー、この黄色い字の枠線の色が茶色になりました。でもちょっと薄くてよくわからないので、枠線をの太さをもっと太くしてみましょう。その場合はさらに右にある、これですね、えー、このアイコンをクリックします。今1ピクセルになっていますから、これを3ピクセルぐらいにしてみましょうか。ちょっと太いですかね。じゃあ2にしましょう。はい。あ、これじゃなかった。 2ピクセルにもしてみます。はい。2ピクセルでこんな感じですね。はい。<laughs> えー、これでですね、えー、ごく簡単ですが、えー、タイトル画像の編集,あの編集は終了ですで。あとはですね、この画像をダウンロードする、えー、必要があります。で、そのためには、えー、メ,ニューメニューの、えー、ファイルからですね、えー 形式をダウン、えー、指定してダウンロード、えー。これを選びます。画像のフォーマットとしてはですね、えー、JPEG 画像と PNG 画像があります。えっ、ー、と、まあ、JPEG の方がファイルサイズは小さくなるんですが、圧縮するときに画質がちょっと悪くなってしまいますので、何度も保存したり、えー、編集してもう一度保存とか、そういうことを繰り返していると非常に見にくい 画質になってしまいまいす、えー。そのため僕はいつも、えー、PNG で保存しています。はい、ここをカチッとクリックします。で、えー、っとですね、あれ、はいはい、今ちょっと見えてませんが、すいません。はいえー、こちらにダウンロードした画像があります。これを開くと、あ、すいません、こっちに来ちゃいましたね。はい、こんな風に、これは、えー、っと、ペイントという あの,の、えー、あ、Google、じゃない、すみません、Windows 付属の画像編集ソフトですが、今それが開いて、ダウンロードした画像を表示しているところですね。はいはいえー、それでは本日の、えー、画像編集に関する説明はここまでといたします。えー、課題としてはですね、えー、皆様のウェブサイトのカバー写真を作る。 ま、文字とかを入れてですね、文字を入れたりトリミングをしたりしてカバー写真を作るというのをお願いしたいと思います。えー、来週の火曜日までに Google Classroom でご提出してください。提出方法などについては Google Classroom でお知らせいたします。なおですね、えー、もうすでに皆さんが Windows でペイントとか、あるいは、え、その Mac でそれに類するような画像編集ソフトをえご存知の場合は、 えー、この Google スライドに限って、えー、課題をして,していただく必要は全くありません。えー、どんな、えー、ソフトを使っていただいても結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、それではこれで、えー、録画を終了したいと思います。けれども、どうやって終了していいのかがよくわかりません、えー。ちょっと待ってくださいね。はい、<laughs> さあちなみに今これは、 えー、ズームを使って録画しています。あ、皆さん今後ろが見えますでしょうかただいま、えっ、ー、と、東京の千鳥ヶ淵から、えー、中継しております。はい。嘘です。